私を召喚したのですね。バーサーカー、モルガン。妖精国ブリテンの女王にして、反人類史を呪い続ける者。それで問題がないのなら、サーヴァントとして力を貸しましょう。私が女王であることは、もう変えようのない事実。お前には、私の臣下としての働きを期待します。それとも、夫として扱ってほしいですか？私を召喚したのですね。バーサーカー、モルガン。妖精国ブリテンの女王にして、反人類史を呪い続ける者。それで問題がないのなら、サーヴァントとして力を貸しましょう。私が女王であることは、もう変えようのない事実。お前には、私の臣下としての働きを期待します。それとも、妻として扱ってほしいですか？良い努力です。もっと励むように。ペースが落ちているようですが、豚になりますか？より良い支配のためです。もっと浪費しなさい。これは必要な消費。そう。必要消費。と名付けましょう。マスター、我が上着を持て。模擬戦はここまで。ここからは玉座にて、私の本気を見せましょう。変化はありません。特に必要もないことです。サーヴァントとしての霊気変化はここまでのようですね。物足りませんが、納得しましょう。私もつい忘れていましたが、人間の魔術師ではこれが限界でしょうから。ようやく落ち着きました。本来の私から見れば、三分の一というところですが。まあいいでしょう。あなたの努力を認めます、マスター。さあ、望む戦場に連れて行きなさい。期待以上、想像以上の破滅を与えます。私は妖精妃モルガン。支配することでしか、あなたの行為に応えられない女です。私が夫に望むことは一つだけです。私に全てを捧げなさい。それは、一つだけとは言わない。いえ、一つだけでしょう。とてもシンプルです。私が妻に望むことは一つだけです。私に全てを捧げなさい。それは、一つだけとは言わない。いえ、一つだけでしょう。とてもシンプルです。たとえ臣下であれ、身内であれ、逆らう者は処断します。それが2000年続いた、我が妖精国のルールです。こちらの暦は2000年以上でしたか。それであれば、
法律を改めることも考えましょう。以前から不思議に思っていたのですが、なぜ私以外のバーサーカークラスがいるのです？全員解雇しなさい。必要ありません。我が夫、城はいつ建てましょう。準備はできていますので、良い日取り、良い時期に声をかけるように。すごいのを建てます。我が妻、城はいつ建てましょう。準備はできていますので、良い日取り、良い時期に声をかけるように。すごいのを建てます。これが妖精国にあった私に足りなかったもの。いえ、違います。あってはならなかったものでしょう。自分以外に大切なものができた時、2000年の支配は終わる。皮肉なものです。今度は失敗しないよう、私が野心とあなた、どちらも取りこぼさない法律を作ります。